最後のステージをお届けしていきたいと思いますので、ぜひ一曲でもねゆっくり聴いていってください。よろしくお願いします。それでは、最初の曲は、バラードからお届けしたいと思います。ファーストアルバム In the Sea Window の中に収録されております流れ星という曲からスタートしたいと思います。ありがとうございます。シングルとしてですね発売していたんですが、シングルは売り切れてしまったのでアルバムの中に収録させていただいております。流れ星はその流れてる間に3回ね願いを唱えると願いが叶うと言いますけれども、実際無理ですよね。実際無理なんですけど、まあ、そういうふうにね空に願いを込めてしまうくらい、ね、恋愛のね後悔している女の子の歌なんですが、あの日にね戻れたらいいなという歌でございます。皆さんもきっとそういう経験したことあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、いろんな思いでそれぞれの思いで聴いていただければと思います。それでは聴いてください。流れ星。もう一度会えるなら出会った日の気持ちのまま過去も傷も愛せように強くなりたい。叶えてよ流れ星。最終電車の窓にもたれ消すようにイヤホンのボリュームを上げる過ごした長い時が二人を遠ざけてしまう。Oh
という曲をお届けしました。改めまして、横浜出身のピアノ弾き語りシンガーソングライターをやっておりますカホと申します。次の曲で、今日の路上ライブは最後にしたいと思いますので、ぜひ、ね、最後の曲聴いていってください。よろしくお願いします。その前にまたお知らせを少しさせてください。ですね、私は、戸塚密着型シンガーソングライターとして、戸塚のいろんなまあ、テーマソングを書いてですね、テーマソングプロジェクトというので、まあ、音楽で街を元気にしようという活動をしておりますが、戸塚だけではなくてですね、まあ、いろんなところの曲を歌わせていただいておりまして、ありがたいことに最新ではですね、隣の駅鶴見の、商店街のですね、なんと60周年のですね、記念ソングを作らせていただくことに決定いたしました。すごいですね、ありがとうございます。60周年ですよ。すごいですよね。そんな歴史ある、ね、商店街のテーマソングを作れるということで、とても光栄に思っております。はい、でもまだ何も作っていないんですけどちょっとね、今イメージを膨らませているところなので、そちらも、ね、完成を楽しみにしていてください。そんな風に、まあ、いろんなところでいろんな歌を歌っております。初めての方はカホという名前だけでも覚えていってください。チラシも貼ってあるのでね、ちょっと行ってください。よろしくお願いします。よいしょ、この最後の歌は最近再開発でどんどん進化していまして、戸塚駅東口の駅ビルモディさんもですね、去年かな、去年の4月頃にリニューアルオープンして、いろんなお店入ってるんですけれども、そこのですね、開館の歌を私何度担当させていただいておりまして、去年の4月末からですかね、もうずっと私の曲でモディがこういらっしゃいますよとね、朝10時半にオープンしているんですよ。すごくありがたいことですよね。それを聞いて路上ライブとかにね、足を運んでくださった方もたくさんいるので、ものすごく感謝しております。はい、そんなモディさんの開館の曲となっております。優しい朝、皆さんがね、明日優しい朝を迎えられるように、心を込めてお届けしていきたいと思います。明日私も朝すごい早いんです。起きれるか心配なんです。なので、自分のね、爽やかな朝のためにも歌いたいと思います。それでは聴いてください。テーマソングアルバム戸塚1の中から
第1曲目に収録されておりますモディの戸塚駅東口駅ビルモディさんの快感の歌、優しい朝聴いてください。
ちゃいけないよ、ちょっと。ありがとうございます。ご覧になりました。ありがとうございます。お答えして。完全終わる気満々だったので。ラジオライブでアンコールってなかなかないですよね。どうしよう。元気な曲がいいですよね。そういうわけでもない。ラバンか京急。そうか。そうか。そうなるんだな。いや、それでいきましょう。よし。今トスカの曲を、ね、歌いましたけれども、あ、怒るね。ありがとうございます。あとお花もね、ありがとうございます。あとスイカもね、ありがとうございます。トスカで今テーマソングプロジェクトっていうのをやってるんですけど、もう2年目ぐらいになるかな。始まった時はね、もうどうなることか分からなかったんですけど、本当に手探りで、本当に始めたの途中で手探りで始めたんですが、ありがたいことにね、たくさんの方にこの活動を知ってもらって、戸塚にも足を運んでいただいて、すごく嬉しいなと思っています。あんまりそういうふうに、ね、町と一緒にやるってことはなかったので、私にもすごい新しい発見がたくさんありまして、社会勉強をさせていただいてるなと私も思っております。やっぱり町っていうのは、この人々が、皆さんが暮らす、暮らす生活に一番近いものなので、本当に一人一人の生活に混ぜてもらっているような、気持ちで、たくさんのご家族とかもね知り合えて、すごく考え方もすごく変わりましたし、本当にいろんな経験をね私もさせていただいているなと思っております。その、テーマソングプロジェクト一番最初に、作った曲を、ここで最後にアンコールとしてお届けしたいと思います。皆さん、今日の朝ごはんは何を食べてきましたか？パンですか？ご飯ですか？パンの人、わ、やっぱり多いんだ。ご飯の人、あー、ヨーグルトの人。マジで私ご飯もパンもヨーグルトもね、もちろん大好きなんですけど、戸塚にあるパン屋さんの、歌から、このテーマソングプロジェクトはねスタートしたんですね。で、プチラパンという、パン屋さんなんですが、この曲を作るにあたって朝6時半から私はパン屋さんになりまして、制服を着て、仕込みからねお手伝いさせていただきました。そう、パン屋さんにでちょっと憧れていたので、でもアルバイトはもう辞めてしまったので、なかなかできないじゃないですか、ね、なのですごくそれもまた勉強させていただいたなと思っております。食べ物を食べて幸せだなって思うことって皆さん多分毎日のようにあると思います。お仕事終わった後の焼き鳥、すごい美味しいですよね。お仕事終わった後のビール、私ビール飲めないけど美味しいですよね。そういう頑張った後の、ご褒美のご飯も美味しいし、大好きな人と分け合う、一つのパンもすごく幸せだと思います。そんな温かい作品に、なったかなと思いますので、皆さんと一緒にお届けできたらと思います。手拍子しながら聴いていただけたらと思います。聴いてください。戸塚1の中から、プチラパンの歌聴いてください。クリームコーン
CD もありますので、ぜひ手に入れていってください。よろしくお願いします。